ラジオネーム、えー、ネギトロ丼ネギ抜きさんから、えー、宮下さん草薙さんこんばんは先日の放送で宮下さんが英語の勉強をしているというお話をされていてすごく懐かしくなりました、えー、特に逃げの英語パードゥンのくだりが面白かったです中学時代塾の英検対策の講座を受けていた時に面接で考える時間を稼ぐためにえー、could you repeat the question と 一回ままで聞き直せると言われたたのを思い出しました、うん、あーなるほどね。で「パードゥーン」は「なんて?」くらいの意味でラフな英語だから失礼にあたるので使わないようにと言われた気がします。うん、なんで今の教科書には載っていないのかもしれません、うん、では英語の勉強頑張ってください、うん、で本当にそう「パードゥーンは」はあんま使わない方がいいっていうぐらいのあーそうなの。はーみたいなことなんかな<う>日,本日本でうそうと。か パードゥンって確かに何か発音してる時の、うん、みんな嫌な顔してるもんな,なんか外国のかなんかねあ<ー>まあパードゥンってね言う人ほぼいないらしいけどね海外にも<ー>なかなか暮らしててあんま使う言葉じゃないらしい、ね、まだ使ってんだみたいになん,なんのかなう<ー><ー>んかもしかしたらちょっとこのなんだろう汚い 言葉遣な知らなかったうん「could you repeat the question?」というそれを教えられたんだよ俺らは <laughs> ねだらまだだから英語の勉強もこのまだまだ始めたてだったというかあれはじゃあなんだ全部忘れていいのかなもうちょっと頑張って全部ってわけじゃないけど、うん、まあパードンは忘れていいと思うああもういい,い,いんだ、うんうん、まだだから英語 なななんんか教えるといいうメソッドもそんなに確立されてないでしょだって俺ら英語勉強し始めますよの最初の頃にいたもんねい<た>追加されたじゃんなんか途中から<う>学科に英語が ABC の歌とかもだって違うもんね今ねなんか<ー>あの教わった音程となんかまあアルファベットの読み方がねまたその英語とは違いますからね全然ね そうでこの英語を勉強してるという話をね僕先日、まあ、こんな感じでやらしてもらって、まあ、パードゥの話もしてね、うん、でまあそのハブがものすごいその汎用性が高いっていう、うん、ハブ覚えとけばもうほぼ間違いないのが英語だみたいな話をしたんですよ。うん、もうハブがもうめちゃくちゃ使われてる、うん、ほんでもうマルチタレントなんですよハブは。うん、もう何でもできる人。 若月千夏さんだと思ってもらえばもうハブがどんな存在か分かる <laughs> あど,どこにでもいるい何でもできるハブ<ー>さえ覚えておけばいれば安心みたいなぐらいの英語なんですけど、うん、でそんなこんなで俺もうあの英語の、まあ、中学の基礎をね3週ぐらいしたのよもうあええー、そう3週ぐらいして、うん、まあ過去とか未来とか現在とかもそうなんだけどまあ過去分子とかえ受動体とか、うん、なんかまあもう でできることは全部やったんですようん、うん、家庭法過去とか、うん、まあ「if」を使ってもし何々なら何々みたいなその想像の話、うん、みたいな、まあ、だからあの英語でちょっと例えもできるというその家庭法過去を使うとね「うん、ててもし何々なら」みたいないやそ,そんな今できるほどのあれはないけど、うん、なんとなくそれ以外の英語だったらなんかできるんじゃないかなみたいな参集もしたから、うん、なんか自信があったのよ。うんうん、で なんならそのこれもね以前話したんですけどトラちゃんがねトラウデン直美さんがロケ中にあの海外の人に「ガムありますか?」って聞かれてまあ流暢に答えてたって「うん、ここにはないんで他を当たってください」みたいなでこの「ガムありますかも?」も実はなんかめちゃくちゃ簡単な英語なんじゃないかなっていう,うん、うん、だから「イズ・ゼア・エニ・ガム」で多分聞けんのよ。うんうん、これガムありますみたいな、うん、そうだから ガムありますかを俺は今聞聞けんのよ多分「イズ・ゼーにガム」って言われたら「あガムを探してる」っていう,うん、うん、その人の意図は組めるうん、うん、もう3週もしたから。うんうん、でなんとなくあれこれちょっと来てるなと思って意外と。 ああもう中学英語だけで初めてだってど,どれぐらいふ、まあ、月ぐらいじゃない今,今そう1か月半ぐらいなんですけどあ,あすごいもうすごいとこまでいったじゃん,なんか意外とこれああまあ聞き取りぐらいはできるぞっていうその意味を分かるぐらいはで多分海外の人も日本人相手にする時はちょっと簡単な英語だから中学で習うぐらいの俺らが分かりやすく言ってくれるしね<う>多分ねそうそうそう、うん、英語だから意外とこれやり取りできるしああ あのトラちゃんのあの行為がなんか意外とその遠いところじゃないんじゃないかってちょっと俺思えてきて<ー>この勉強でまあ自信もついたっていうのもあるんだけど<ー>なんとなくでその普段の生活の中でもなるべくなんかその今やってることとかを英語でなんか文にしてみたりとかなんかしてんのよなるべくね<ー>その英語をある程度使えるようにするためになんか引き出しをちゃんと作っとくというか。 でなんとなくちょっとそ,そこも自信になってきて、うん、あれなんか意外と俺そろそろだぞみたいに思ってたんだよね仕上がったみたいな感じだうもうなんか若干仕上がってきたぞってい,うあいや意外とみたいな感じで思ってたんだよね、うん、でそのこないだ、うん、あの電車乗っててね、うん、でそしたらその結構今さ なんか電車内って海外の人すごく多いじゃない。やっぱ旅行者がさすげえ増えてきてさ東京とかはね、うん、そうでかいだからスーツケース持った人とかもさすげえ電車乗っててまあ、だから日本に旅行に来てんだなみたいな感じで結構多いんだけどさであの電車乗ってたらえー、なんか電車がちょっと止まってでなかなか発車しないよね。うん、で駅員さんがなんかね言ってたのはそのあの。 ドアに近づきすぎないでくださいみたいな「離れてくださいドアから」みたいな「離れてください」みたいな「あるねたまにあるねそうそう閉められないんで」みたいな「離れてください」みたいな結構んかちょっと騒ぎっぽくなあのピシュってなってずっと出発しないやつそう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 あるねたまに下がって下がってほら下がってみたいな感じ結構こうなんか騒ぎみたいななっててで俺も「うなんか大丈夫かな何が起こってんだろう」みたいなこっちから見えないからさ座ってて。 でまあそれはまあ多分なんか下がってくれて発射できたんだけどしたら目の前に座ってる海外から来た女性、うんうん、ちょっと国籍はどこかわからないですけど、うん、もう本当に多分アメリカとかそっちの方の人なんですけど、うん、が話しかけてきておおすごいえ宮下にそうでもこんなんさ、うん、俺が待ちに待った瞬間じゃない、うん、こんな来たすすぐぐ 英語を始めて1か月はなんとなく自信もついてきたこれがやりたくてずっと頑張ってたで中学英語ぐらいで意外といけると知った、うん、で俺はもう多分ガムを聞かれるんだったらまあ伊豆ぜあえにガムでい,いけるんだなとかそういうことも分かるようになってきた、うん、でねそうでこう話しかけてきたの、うん、で英語なの完全にああ英語いいよ完全に英語 やばやうでこれマジすごいぞこっからその「What to say」っていうの聞こえたの。で「What to say」って言ってでもその後何も聞こえなかったんだけど「What say」なんじゃらこうちゃらって言ってたのよ。でも「What say」って言ってるってことはこれ今何を言ってたんですかってことなのよ。聞き取れた部分だけで推理したんだ。推理して 多分今の駅員さんは大声出してましたけど、なんて言ってたんですかっていうの。ああ、ああ、ああ、俺に聞いて、それは分かった。すごい、でも、あるも、な、日本人同士でもあるもんね。聞こえなかったけど、多分こう言ってた。なんとなく、そう、なんか断片でね、めちゃめちゃできてるじゃん。で、その後に、じゃ、あ俺は、その、なんて言ってたか、その人に答えればいいわけじゃん。あとは、で、駅員さんなんて言ってたかなって答え、なん、考えたの、俺。まあ、その。 電車から離れてくださいじゃんでこれ簡単な英語だと思うのね多分その「ドン・ドン・プッシュ」とかになるのかな「ザ・トレイン」とか言っとけばんとなく断片で伝わるんだけどんとなく伝わるはずなんだけど真っ白になっちゃって「えー」って言いながら何も考えてないの。 で、時時間間稼稼ぎぎたいじゃん時間稼もう1回言ってもらっていいですかって言っとけば時間稼げるじゃん。ああなんだけどパードゥンを禁止されてるから <laughs> もう1回言ってくださいもうパードゥンしか出てこないのね。ああでパードゥンは失礼だって思ってそれも言えない。ああだからこの「苦渋リピートクエスチョン」って言っとけば時間は稼げたの。ああもううワンタンタそ<う>、うん でもただ俺がやってた声は「ええー」って言いながらただ真っ白でその何の単語も出てきてないのそのトレインすら出てきてないあトレインが出てこなくなるんだトレインすらもう,も,うすもう真っ白だじゃんもうそう。 初舞台みたいなマジ真っ白何も出てない全てが飛んでる思考が「えー」って言ってでも向こうもこいつじゃ答えてくれないと思って「あオーケーオーケーオーケー」みたいな「オーケーオーケー大丈夫です大丈夫です」なんて言われちゃう。て日本語で「日本語で大丈夫です」なんて言われて最悪最悪でも目の前に座ってるからもう3駅ぐらい気まずいなんかさでちょっと俺のね最寄りの駅に着いて「 で俺もなんか申し訳ないなみたいなで本当はさここでねその日本を楽しんでくださいぐらい言えたらいいのよで今だったらなんか「まあエンジョイジャパン」とかそんなん言っとけば日本楽しんでみたいな感じでまあ結構こう多少英語できるやつとしてまあその人の記憶に残れるんだけどもうそれすらも言えずさそのさり際で俺はもうなんかその知らないふりして知らないふりして出てって。 で、その後ろから俺聞こえた言葉に驚愕したんだけど、さようならまた会いましょうって言われる。<laughs> 俺全、全然終わって。全然終わってし、英語。まあ、そっか。でも、英語喋れたとて、人見知りだした。<笑><笑>人見知りもあるし。<laughs> そもそも。やっぱ、いざなんか、紡ごうと思うと、急にやっぱ。出てこないの。<laughs> ああ <laughs> ところ。そっか。 考えて、変換しないといけないもない。そう。あ、<laughs> やっぱね、トラちゃんすごい。そろそろ分からんのお時間です。この番組では、皆さんからもトークテーマを募集します。書いて送ってください。草薙アドレスは、M. K. アットマーク J. O.、Ok、k. R. ドットネット、M. K. アットマーク J. O.、Ok、k. R. ドットネットです。放送終了後の土曜日午後1時から、番組を丸ごとポッドキャストで配信します。以上、宮下草薙の宮下と草薙でした。リベンジしよう。ね。うん <laughs>